このチャンネルは最高のお肉を子供からご年配の方までお腹いっぱい食べて元気になってもらいたい平野浩一の推専門店焼肉薩摩の提供でお届けしています。今日はですね、時代遅れになる人の特徴というテーマでですね、自戒を込めてお話ししたいと思います。ものすごいスピードでゲームのルールが変更になる今の時代ね、めちゃくちゃ気をつけなきゃいけない部分ではあるんですけれども、厄介なことにですね、時代遅れになる時っていうのは自分一人じゃなくて自分を取り巻くコミュニティごと時代から取り残されちゃうので、しばらく気づかないんですね。右にいる人も左にいる人も自分と同じペースで遅れているんで、遅れていることに気がつかないと。で、今日はですね、そのことについてちょっと深掘りしていきたいと思います。今ね、ビジネスマン界隈、サービス提供者界隈で話題になっているキーワードの一つに、プロセスエコノミーっていう、文化というかノリがあります。先日はですね、テレビ東京のワールドビジネスサテライトという番組で、伝統工芸を救うプロセスエコノミーっていうテーマで取り上げられて、これが大きな話題になって、小原和弘さんが書かれたプロセスエコノミーっていう本もですね、Amazon のビジネス書ランキングで1位になったりして、すごいこう、話題になっているんですね。で、このプロセスエコノミーとは何ぞやっていうところなんですけれども、ざっくり言っちゃうとですね、作品、完成品を売るだけじゃなくて、作品を作るプロセス、過程を販売して現金化する、新たな仕組みのことですね。インターネットでね、情報とか技術が人類のこう共有財産になって、コピー可能になっちゃって、全員のサービスのクオリティが上がって、上の方で均一化しちゃったので、完成品で差別化を図ることが、難しくなっちゃったと。どれだけいいものを作っても、みんないいものを作るから売れないと。じゃあどこでお金を生んでいくんだってなった時に、作る過程に、目をつけたわけですね。ここには物語が埋まっていて、その人ならではの思いとか、作り方があると。そこをショーとして見せることでマネタイズしたり、あるいはですね、農業体験みたいな感じで、一緒に作ることを販売することでマネタイズしたり、そうやってですね、プロセス、過程を販売することで売り上げを確保して、なんならプロセスの売り上げで、さらに制作費を追加で投下することができて、完成品のクオリティを上げることができるっていうのが、プロセスエコノミーの、基本的な考え方で、それが先日テレビで取り上げられて、今ビジネス書で一番売れているんですね。で、昔から僕の活動を知ってくださっている方からすると、今、腹渡が見えくり返っているか、腰抜かして驚いているかと思うんですけれども、遅すぎますよね。めちゃくちゃ遅いですよね。でもこれテレビではビジネスの新潮流なんですよ。ちょっとびっくりするでしょ。制作過程を販売して、入場を無料にして、つまりもうプロセスを販売して完成品を無料にした、おとぎ町ビエンナーレっていう個展をやったのが、確かあれ2015年とかだから、6年ぐらい遅れてるんですね。14年6、7年遅れてるんですよ。6、7年ですよ。遅れるにも程があるっていうレベルじゃないですか。と言いつつですね、この言葉を作ったのはケンスーさんだし、この本を書いたのは小原さんだし、この本をプロデュースしたのはミノワさんで、要するにですね、僕の友達周りが仕掛けた運動なんですね。今こう盛り上がってるプロセスエコノミーっていうのは。で、昨日ですね、その方々がいるですね、LINE グループで、さすがに全員遅すぎないですか、日本国民全員遅すぎないですかっていう話をしたんですよ。で、その時に、少し話になったんですけれども、西野が、プロセスを販売した方がいいよって言ったのは、もう何年も前なんですけれども、ポイントはですね、言っていたじゃなくて、言っていたじゃなくて、やっていたということですね。言っていたじゃなくて、やっていたっていうところです。つまり、評論家がこういう時代が来るんだって言っているのとわけが違って、こういう時代が来ますので、まずは僕がやってみますね。はい、こういう結果が出ましたと、もうやってみせてるんですよ。プロセスの販売には可能性がありますよっていう、結果まで見せているんですね。つまりどういうことかっていうと、みんな初耳じゃないっていうことです。一回聞いてるんですよ。一回見てるんですよ。もちろんね、一回も見ていない人もいますが、2+2+2+2+2という、計算式を解いている人に対して、いや、それだったら 2×5 でいけますよってお伝えして、答えが10になるところもお見せしているんですね。そこで 2×5 イコール10になることはもうみんな知ってるんですよ。知っているんですけれども、やってないんですよ。これって、時代遅れじゃなくないですか？時代遅れって、TikTok って何っていう人たちのことじゃないですか。そもそも知らないっていう。それとこれとは分けて考えなきゃいけないですよね。だって説明してやってみせて、結果も見せているわけで、
これって時代遅れっていう問題じゃなくて、シンプルに読解力がないっていう問題だと思ってます。わかりますよね。これって、知らないじゃなくて、みんな知らなかったわけじゃないじゃないですか。知らないじゃなくて、話が聞けないっていうエラーですね。で、なんでこんな簡単な、話が、説明が聞けないんだろうっていうことを、昨日ね、ケンスーさんとか、小原さんとか、箕輪さんがいる LINE グループに投げたところですね、箕輪さんからですね、その聞けないというか、聞きたくないなんでしょうねって言われて、あ、なるほどなと思いました。こんなやり方もありますよっていう提案が、否定に聞こえちゃう人が、批判されてるっていう風に捉えちゃう人がいると。で、その時ケースさんが言ってたんですけども、説明だとね、聞きたくないっていう感情が発生するけれども、その運動に名前をつけると次は知っている知っていないの話になってきて、その運動に乗っているか乗っていないかの話になってきて、みんな時代遅れになりたくないから急に参加し始めるっていう。で、僕は理屈が通っているか否かにしか興味がないので、たとえ自分のやり方と違う方法が出てきても、その計算式が正しければ、ああ、なるほどな、僕もやってみようになるんですけれども、そうじゃない人がたくさんいるよっていう結論でございました。